それいけ。アンパンマンとバセ。希望のハンカチは、2013年7月6日公開の映画、それいけ。アンパンマンシリーズ通算第25作。同時上映作品は、それいけ。アンパンマンみんな出て遊びアンパンマンといたずらお化け。アンパンマン映画テレビ25周年記念作品、及び日本テレビ開局60周年特別映画。 前作での震災からの復興に続き、本作では希望をテーマにしており、本作オリジナルキャラのパオやザジズゼゾが、ハンカチで汚れた空をきれいに拭いていく描写が、放射能で汚れた土壌を地道に除染する作業に重なるなど、柳瀬隆のいろんな難しい問題がありますが、希望を目指して進んでいこうという思いが込められた作品。なお、 汚染された大気を元に戻そうと取り組む映画は、第14作、ロールとローラー器具も城の秘密以来11年ぶりである。キャッチコピーは、進め、進め、前を向いて。本作は、お笑い芸人のサンドウィッチマンと、元カリアユイカが、ゲスト出演している。サンドの出演は、早い時期に発表されていたが、パオ役は元カリアに決まるまでキャスティングが難航していた、ようで、 ポスターやチラシではサンドが出演する胸だけが表記されていた。本作の初日挨拶では、柳瀬は死ぬ時は死ぬんだよ。笑いながら死ぬんだよ。そうすれば映画の宣伝になる。死ぬまで一生懸命やるんだよ。とブラックジョークも話していた。しかし、柳瀬は本作公開から3ヶ月後の10月13日に成居し、 柳瀬の生前最後の劇場版作品となった。映画観客動員ランキングで初登場第5位となった。最終講習は4億2400万円。本作の2年前の、スクエ、コ,コリンと奇跡の星以来、オープニングでアンパンマンがバイキンマンのいたずらを止めるシーンがある。アンパンマンの特徴とも言える、汚染された街や仲間たちを元通りにしようとする。 民衆の姿が必要だという描写が本作ではさらに強調して存在している。なお、前作に続いて強制変身はなかった。第13作ゴミラの星や第14作ロールとローラーキングも城の秘密のように主要キャラクターを残してキャラクターたちが汚染される。ただし、泥人形や泥男子のように動いたり話すことはできず、 石化のように固まってしまう。第1作、キラキラ星の涙から第24作、みえれ、バナナ島まで24年間エンディング曲は、ーキリンリンを起用していたが、本作は初めて映画テーマ曲が、エンディング曲にも起用された。雲の上に住んでいる、小さな像の男の子、パオのお話。パオは、鼻から、大きなハンカチを出し空の掃除をする、ザジおじさんのところで、 毎日自分もハンカチを出す練習をしている。でも、一生懸命やっているのに、なかなかうまくいかない。他に自分にできることはないかと、アンパンマンワールドにやってきたパオ。しかし、パン作りも、牛乳配達も、みんなに期待された、キラキラ希望サーカスでのゲーム、何もかも失敗だらけ。パオは自信と希望をなくして、心を閉ざしてしまう。そんな中、 キラキラ希望サーカスに対抗して、バイキンサーカスを開催した、バイキンマン。最新メカすごい像が汚す像に変身し暴れ、街中を汚して回る。アンパンマンの顔も、アンパンマンの新しい顔を焼くアンパンマン号も、汚染されて、絶体絶命の大ピンチ。みんなが困っているのに、何もできない自分にくじけそうになるパオ。しかし、どんな困難でも諦めずに立ち向かうアンパンマンの、 姿を見て、パオは自分も希望を持って前に進むことを決意する。パオは希望のハンカチを出してアンパンマンたちや街を救うことができるのか。詳細はアンパンマンの登場人物一覧を参照。キラキラ希望サーカスのメンバー、それいけ、アンパンマンとバセ、希望のハンカチと同時上映の短編アニメ。前作、リズム出て遊びアンパンマンと不思議なパラソルに引き続き。 一緒にダンスや手遊びが楽しめる作品。いたずら好きで食いしんぼのいたずらお化けとりを。ある日、彼らに取りつかれたバイキンマン、ドキンちゃん、コキンちゃんはお化けのような姿になってしまった。街を訪れたいたずら、お化けとりをによって街は大混乱。ジャムおじさんたちや学校の子供たち、騒ぎを聞きつけたアンパンマンたちまでもが一人残らず、お化けに変えられてしまい。 今作では、ホラーマンとかビルンドゥンを除く、全キャラクターが、いたずら、お化けトリオによって、お化けの姿に変えられてしまう。レギュラーキャラクター、ゲストキャラクター、その他のキャラクター、バイキンメカ以下の楽曲はすべて本作に登場する。キャラクターによって歌われるため、本作には、歌手のクレジットはない。以下、歌の表記があるものは、オリジナル版の歌手とする。それいけ、 アンパンマン映画作品、ありがとうございます。